これから研修会場行ってきます。今日はシーズン最後の試合です。相手は町田ゼルビアです。ゼルビアはアウェーの時に、まあ、大敗したんですけど、まあ、内容も良くなくて、まあ、90分通してうまくゲームを戦って最終戦勝利で終えれるように頑張りたいと思います。試合終わった後はファン交流イベントがあって、それもこう勝って笑顔でね、みんなでこういい雰囲気でやれるようにできたらいいなと思いますけど、すんごい過密スケジュールで今年は戦って新しいポジションにもチャレンジして楽しかったですね。まあ苦しい時もすごい、試合出ながらも苦しい時がすごい多かったんですけど、本当に日程がすごすぎてこう体もそうですけど心がこうついていかない時期もこうあって、まあ、苦しかったですけど、怪我もあったり、まあ、順位的に言ったらやっぱり物足りない部分はあるし、個人的な、なんていうんですかね、数字という部分の結果もうちょっと、まあ、得点だったりアシストもうちょっと増やせたかなっていう、もう言えばキリがないんですけど、まあ、こういうコロナ禍でサッカーを、ね、J リーグをやらせてもらってシーズン終われるっていうのは本当に感謝しなきゃいけないなって本当思いますね。今日の1試合をいろんな人にね、感謝の気持ちを持って、強く感謝の気持ちを持って戦ってこう、結果を出したいと思います。試合に向けて、いい準備します。今シーズン最後の試合頑張ってきます。行ってきます。今年も1年間
ありがとうございました。やろ、1年間 YouTube を見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。まだ3ピンチャーアピールしてる。田中圭太が寂しいオフ期間に入ります。こもろ、寂しいな、みんなに会えないからね。なんで別に必要だ。必要って言ってた。深夜が隣にいるからだ。いや全然。マイキは早口かとか勢いでさ。勢いで伸びた。今日は0-1で負けました。まあ今シーズンこれで終わりで、まあ、反省することたくさんありますけど、とりあえずは休んで体を。しっかり戻したいと思います。1年間応援ありがとうございました。